ゴミの焼却灰を溶かしてできる溶融スラグ。静岡市葵区の西ヶ谷清掃工場で生成された溶融スラグが、全国で初めて農林水産省に農業用肥料として登録されました。溶融スラグを肥料として活用する研究は、静岡大学などが10年ほど前から進めていて、このほど有効性や安全性が認められたということです。販路拡大をして農業の振興とか海洋の環境保全というものにもこのスラグを使っていただきたいなと。肥料の価格が高騰する中、ゴミから生まれたこの肥料は一般的な肥料より2割ほど安く抑えられ、他の分野への活用も期待されています。